クリスマスローズ大好き、野々口実の園芸ノート。ボールスクラブ代表野々口と申します。そして今日のスペシャルビッグゲスト、やめてください、背が高いというあの佐藤さん、山手の佐藤さんです。よろしくお願いします。今日から、佐藤さんの、山手さんの写真展ですねを開催いたします。で、写真展の出品作品をこう一応前に並べております。実を言うと強着であと4枚ほど、ちょっともうこれよりも大きいあの写真も届く予定ですけれども、だから今日は写真家佐藤ということで、あの育種家佐藤の分を見せていただきながら、あの写真家の佐藤さんにあの焦点を合わせていきたいなと思ってるんですけれども、まずあの佐藤さんの写真へのこだわりとか、あの始めたきっかけとか、こういう、ね、素晴らしい写真を捉えている元々の契機みたいなのをお聞かせいただければと思います。はい、聞こえますか。今日、大和園の佐藤と申します。岐阜県で、このクリスマスローズの生産販売をして、今日もあの朝から、皆さんにお花買っていただいたり見ていただいたりしてありがとうございました。昨日ちょっとコミュニティカレッジの方であのお話をさせてもらって、今日もなんか同じお客さん見えるかと思うんですけど、ちょっと今日は、今日から、展示してもらってる写真について、まあ、生産者なのに何やってんだって言われそうなんですけど、ちょっとまあ写真について少しお話をして、まあ、お花の生産とか、育種についても少しお話しさせていただければなと思っています。今日皆さんのお手元にこれ、お貸していただいたんですけど、ここにある写真の5枚がセットになっていて、皆さん全部中身は同じです。で、よかったらあと裏はほとんど白紙になってますんで、なんかメモにでも使って、いえいえあの額縁に入れてね、あの使っていただければと思いますので、使うのもったいないかと思うんであのいっぱいありますんで、はい、使ってください。写真についてなんですけど、まあ、写真本当にあの育種始めた頃から写真自体はすごく好きで、まあ、その頃の写真を見ると本当に今見たら恥ずかしいような写真なんですけど、その写真をあの Facebook っていう、まあ、SNS に投稿をして、で、まあ、その最初の写真を見た野々口さんに、まあ、声かけていただいて、初めて趣味の園芸に掲載していただいたっていう、経緯もあったので、まあ、写真はすごいあのいろんな人との出会いを生んでくれたので、まあ、写真好きですし、まあ、夜な夜なあの野々口さんと昔はよくカメラについて、はい、あの花の写真じゃなくてカメラがどうだ、レンズがどうだっていう、そういうやり取りばっかりしてるんですね。そうです。最初ね、佐藤さんのフェイスブック上でお知り合いになって、ホームページを見たら素晴らしい、花の写真がいっぱいあったんですね。で、私はその見た瞬間にですね、あの NHK の趣味の園芸の編集長に電話即して、このページちょっと開けてくださいと。で、見てもらって、いいでしょう、行きましょうと。で、もう編集長の即決で行こうということで、渋谷のハチ公ですね、ハチ公前にロケバスを用意していただいて、運転手さんとカメラマンさん、今井さんですね、それと私でしょ、それと編集者があの時3人ぐらいついてきたら、普通のロケじゃなかなかないメンバーなんですけど、これそれだけの人数で、ハチ公前から何時間かかったかな、5、6時間かけて急にあの見えて、ね、で現地は2時間ぐらいそうです、ね、であの途中で、あのランチも食べて、ね、ほとんどなんか滞在時間なかったですけども、それでまた引き返すでしょ。大体私シャチの中で寝てましたね。
で休憩でなんか出るときだけハッと起きてちょっとかなりタイトな あれでしたけど、まあそれからの、まあ、お付き合いったらあれですけども、今回はの大阪でもですね、二箇所万博記念公園と、昨夜この花館で二人でやらさせていただいたりして、昨日はの池袋で やって、今日も参加されている方、昨日来られた方もいるかと思いますけども、今日は今回4連チャンと。そうですね。今日で終わりなんです。はい。あ終わりという写真つながりで始まったんですね。そうですね。はい。はい。もうそろそろ来週から育種始めようかなと思ってるんですけど、まあ、ちょっと写真をまあ皆さんも SNS とかで撮られてる方も多いですし、まあ、なんか僕がいつも撮ってる撮り方っていうのだけちょっと簡単に写真の話っていうかする前にお話をしようかなと思うんですけど、いつもこれよりももう二回りくらい大きい鉢使ってるんですけど、ただ土が入ってて、まあ、土は植物皆さん育てられてると思うんで、何かしらお持ちだと思うんで、その花と取る鉢よりも大きい鉢にただ土入れて、で土ってこうやって掘ったりできるんで、まあ、これ斜めにしたり高さ変えたりするっていうのを結構自由自在で、でこれもちょっと本当もったくないにして穴掘って植えて止めるみたいにするとこういう形で止まるの で最初に「これなんか」とかもそうなんですけど、ちょっと正面から写真撮るよりも横から撮った方が綺麗かなとかっていうのを、写真を撮る前にもう最初に、例えばこういう花だったら結構尖ってたりするので、こうやって撮るよりもこうやって横から見たのがいいかなとか、庭に植わってた時にこのくらいから見えるのかなとか、でまあちょっとでやっぱ中のおしべとかが見えた方がいいのかなとか、そういうことを考えて、ここっていうふうに決めたらこの角度でここに固定するみたいにしてこっちから撮ってもらう。で基本的には今日ここに出してる写真全部逆光で撮ってて、まあ、基本的にはお花が後ろからバックから光が当たってるっていう状態で、撮ってもらうのが一番花は綺麗に撮れるのかなと思います。でちょっとテクニカルな話なので分かんないっていう方も見えるかもしれないですけど、スマホとかで撮ってもらうときは逆光にして、このお花を今スマホだとタッチしてもらってここにピンと合わせたときに、iPhone とかだとタッチしたまんまその指を上に上げたり下に上げたりすると露出っていって明るさが変わるんですけど、後ろから光が当たってて、逆光で花撮ってる時っていうのはお花のところちょっと暗くなってしまうので、ここに合わせた後ちょっと明るくしてもらうとちょっとふわっとした写真になります。なんでまあ Android でもそうなんですけど、ピント合わせてもらった後に上下左右みたいなので明るくしたり暗くしたりしてもらうと綺麗に撮れると思います。結構クリスマスローズ自体は、皆さんお詳しい方も見えると思うんですけど、もともと冬に咲く花で、さらにまあ雨が降ってきたりすると花粉が、つかなくなってしまう。このクリスマスローズにとっては、まあ、子孫が残せなくなってしまうっていうので、まあ、こういうふうに咲いてたら上から雨が降ってきても花粉が濡れないし、受粉した時のその花粉が死なないので、通常乾いていれば花粉自体は7日から10日ぐらい生存してて、その間に受粉して種ができるっていう仕組みなので、まあ基本的には下を向いてるものなんですね。なんでこの下向いてるっていうものの写真を撮ろうと思うと、基本的には本当に地面に這いつくばったり、ちょっと特殊な撮り方をしないとできないので、まあさらにちょっとこういう寝かしてしまったりすると、まあ、だんだんこの辺がちょっと葉っぱとかひっくり返っちゃったりして変な感じになるので、まあ、一番いいくらいの角度でこういうふうになんか鉢とかで止めてもらうと一番、まあ、コストもかからないし、まあ、一番いいのかなと思います。今の佐藤さんのやり方はすごく花の特性をきちっと出してきれいに撮る方法なんですね。で私の方法、まあ、聞きたくないかもしれないですけど一応お話しするとですね、私どちらかというと大量の写真をいっぺんに撮って、でこう SNS 等にアップしないといけないんで、私はですねまずこういう道具を使ってます。まあ、理論は同じです。
こういうちょっとあの取る鉢よりも、まあ、この鉢比較的大きいですよ。ちょっと大きめの鉢に下に、まあ、新聞紙とかで傾きをつけるためにこれ入れてるんですけどね。新聞紙でもいいし、あるいはなんか大きい、もう少し大きい鉢だとなんか石とかなんかで傾きをつけて、でこういうふうにね、こういう感じでこういうふうにするわけですね。でそれでもダメな場合はこういうところですね、花のちょっとつぼみをですねご利用していただくと、こういうふうに花が向くわけですよ。わかります？こういった形で、でなおかつそういうあまり本当は光がこう当たった写真の方がいいんですけれども、大量に同じ条件で短時間に撮ってるんで比較的直射日光が当たらないところで、それでこういうふうにしてもう次から次へと花の顔の写真を撮ってるっていうのが私の撮り方です。でこれはもうあの要はもう何百枚という写真を一気に撮って SNS に上げなきゃいけないので、私はこういう撮り方をしているというちょっと方法です。まあ、考え方としてはこう傾きをつけてあげるというのは同じですね。はい、いかがですか？いいと思います。あの佐藤さんから OK いただきましたんで。あの写真撮るときに、まあ、あの今ちょうど野口さんからお話あったんですけど、日陰っていうのは結構重要で、お花の色をあの忠実に見た色でなんとか再現したいなと思ったら、これ天気のいい日の木陰、花周りは日が当たっててもいいんですけど、お花にだけはちょっと影がかかってるみたいな条件を作り出すとちょうど綺麗な感じで撮れるので、特には一眼レフであったりとか今のミラーレス一眼レフみたいなものを持って見えて写真撮ってるって方は、そういう風にしてあの時々あの僕なんかだと本当に どんなもんでもいいんですけど、こうやってお花が光に当たってるんですけど、なんかこうやって光止めて影を作って、このお花だけは影になるようにして撮るみたいなことはよくやります。ちょっと光が強すぎると飛んでしまってあの白くなってしまうんで、まあ、そういう撮り方したりもします。あの昔はね、こう反射板ってレフ板みたいのでね、光をこう花に当てたりなんかもしてたんですけど、最近はね、あのもうその現像のソフトが発達しているので、ボタン一つでシャドウの部分だけ明るくするとかですね、そういうこともできるんで、どっちかというと最近はメカであの修正しながらあの写真を撮ってます。でなんか写真撮るのに本来、まあ、今お花を撮るどうやって撮るみたいな話したんですけど、実際問題は一番重要な、ところはこれなんか見てもらうとすごい分かりやすいんですけど、お花が占めてるこの写真の面積って、まあ、せいぜい 20% か 30% でほとんどあと背景だと思うんですよ。で基本的には写真って背景が綺麗ならどんな写真でも大体綺麗に見えるっていうのがあって、なんでお花がなくてもただ写真撮って素敵なところに花を置くみたいな感覚で写真撮ってもらうのが基本的には一番綺麗に撮れます。なんでまあちょっと自分が好きな雑貨とかを置いたコーナーを作ってそこに花を置くとか、窓際に何か小物を置いて一緒に写真を撮るとか、まあ、写真自体はそうやって撮ってもらうのが一番いいのかなと思います。あと後ろをねちょっとグリーンのバックにして、あの間を空けておくと後ろがボケーってなって、まあ、特に一眼の中で撮ると撮れるので、そういったことをしたりですね。それとあと背景も大事なんですけども、私の写真の撮り方はね、おしべにピントを合わせてます。というのは、結構クリスマスローズ、まあ、佐藤さんの花もそうですけども、カップ咲きですよね。だから、あまりこうピンポイントで合わせちゃうと、壁の様子が見えないとかね、いうふうになってしまいます。でもね、結構おしべに人間ってね、不思議なもんで、ピントが合ってると、なんとなくきちっと花が見えるんですよ。それがずれちゃうとあのなんかボケたような写真になりやすいので、私はおしべにあの焦点を合わせて写真を撮ってます。
ただそうですね、本当は芸術的な写真を撮る場合はその縁に合わせるとかね、いうような形をしなくちゃいけないんでしょうけども、先ほどにもうたくさんの写真をいっぺんに撮るという時はもうおしべにしてます。でも基本的にはクリスマスローズはおしべでいいと思います。僕の写真も基本的には全部おしべにピント合わせて、おしべの花粉が出てる一番、外側のおしべにピントを当てて撮るっていう形ですね。まあ、ちょっと今日から、まあ後であちらの方に飾っていただくので、ちょっと後ろの方もあれなんで、あの後でゆっくり見ていただけたらなと思うんですけど、あ、いいっすよ。ちょっとこれはフレクル3つなんですけど、まあ、ちょっとうちの今作ってるお花でフレクルキスって花なんですけど、まあ、今僕がちょっと現状一番苦労してるというか、一番どうしようかなと思ってる花でもあるんですけど、まあ、販売当初は本当に白色の花にスポットが入ってる、花っていうのを目標に、セミダブルかダブルの白をベースにしたスポットの花っていうものを作るつもりで作ってたんですけど、ちょっと最初の頃の花は本当に育てるのが難しくて、結構上手な方でも枯らしてしまったり、まあ、なかなかそれに大株にならないっていうので、ちょっと育てやすいように改良する必要があるっていうので、まあ、改良していってるんですけど、まあ、その中でかなりその白色だけじゃなくて、まあ、ピンク色の花も出して、まあ、これは偶然じゃなくて、まあ、ちょっともう意図的にピンク色とかもちょっと許容していかないと難しくて、数が全く出ないなっていう感じになってきたので、今年でも実際問題全国のお花屋さんトータルで見てもおそらく20鉢は出てないと思うんですね。フレクルキス多分10鉢、関東だと10鉢程度ぐらいしか多分出てない、全部で多分出てないと思うんで、まあ、非常にちょっと出荷があまりできてないっていうので、まあ、ちょっと名前つけたっていうのもありますし、まあ、できるだけ欲しいって言ってくださる皆さんに提供するっていうのも僕の大事な仕事ですんで、まあ、このくらいの今これとこの今日ポストカードになってるこのピンクの花ですねと、まあ、この、まあ、白ベースにしたものとかこの辺を、これ完全に地色ピンクです。そんなことないと思うんですよ。これとかも結構、まあ、ちょっと白っぽいですけど、長くないでしょ。でもまあピンクはでも確かにそんなには出てなくて、基本的にはやっぱり白ベースで作ってるお花が多いです。で、まあ、こういう花でまあスポットが入ってて、っていうお花をまあフレクルキスとして、まあ、今年ちょっと遅咲きっていうのもあるので、これからちょっとまだ咲いてくるかもしれないんですけど、今後は皆さんに見ていただく機会がちょっと作れたらなっていうふうに思ってます。そうですね、少なかったですね、確かにね。フレックルみたいな花はいっぱいあるんですけど、なかなかちょっと思うようにいかなくて、まあ、極度にそれをちょっと恐れてですね、ちょっと新しい花ができてももう名前をつけないっていうことにしてるんですけど、ちょっと佐藤さんの有名なデルデルなんとかってやつですけど、これ出るよ出るよって言って全然、ね、そうなんですよ。本当にニゲルとかで昔ちょっとそういうちょっとやらかしたことがあって、サニーなんとかですね。また言っちゃう。本当に趣味の園芸に掲載していただいて、まあ、すごく大きく写真も載せていただいて、まあ出るって言ったんですけど、まあ、実を言うと前の年にハウスで全部開花はしていて、花は確認をしていて、まあ、ニゲルで黄色いリップの入る花だったんですけど、まあ、僕の前の年の出荷前の段階でも50鉢から100鉢ぐらいは花は咲かせてて、まあ、かなりその製品としての安定も見えたので、まあ、そういうのもあって野口さんに声かけていただいてちょっと紹介してもらったんですけど、まあ、いざ本が出て発売するぞってなったら全部黄色が飛んじゃって一つも黄色が乗らなかったっていう、ちょっとそういうことがあって、まあ、
ものすごいワンシーズン中謝ってたっていうちょっと経験があるので、それってブレックルキスみたいにちょっとストレスを与えたりすると黄色が出てきたりしじゃないっぽくて、まあ、通常ご存知の方も見えるかもしれませんけど、よくクリスマスローズって次の年はちょっとあんま色が変わるみたいなことすごく多くて、生産者のハウスっていうのは、まあ、うちもそうなんですけど、今だいたいうちの出荷してるお花は3度の設定で皆さんの、見ていただいてるお花屋さんに送ってるっていう状態です。で、3度っていう温度が高いか低いかっていう意味では低いんですけど、うちがまあ豪雪地帯で毎年の平均積雪量が2メートルとか3メートルとかっていうところなので、実際問題雪を溶かしてないとハウスが潰れてしまうっていうちょっと事情があって、温度を入れないっていう選択肢がちょっとできなくて、で、まあ、親株のハウスとかだけはその性質をちゃんと見るために温度切ってるんですけど、まあ、徹夜とかで除雪をしなきゃいけないですね。雪が降ってるとずっとその部屋だけ除雪し続けないと倒れてしまうっていうのがあって、で、販売のハウスとかは ものすごく広いので、まあ、そのハウスは一応3度だけ温度を入れさせてもらっているんですけど、実際問題うちの昨日ですよね、昨日出てくる家を出てくる前の温度がだいたいマイナス7度で、先週の平均がマイナス8とかそのくらいなので、3度といってもマイナス8から3度まで温度をかけているので、まあ、非常にある意味暖房かかってしまっている状態 でしかも、まあ、これはうちに限らないですけど、ハウスって風が当たらないですね。皆さんの買われたお花は家に行った後結構風に当たると思うんですけど、まあ、風でお花が傷むっていうことはすごく多くて、まあ、生産者のハウスは横を閉めてしまえば風が当たらないし、風がやめばまた開けれるしっていう、それが一日中自在にできるので、まあ、非常にこの生産者の作ってる花っていうのはどの生産者のものも非常に甘やかされた環境で、まあ、そこからすごく厳しい環境に、まあ、お花屋さんに出てくるって形になりますので、で、まあ、厳しい環境になるんですけど、それを一年皆さんが育てていただいて次の年っていうのはハウスではなくて皆さんの庭とかベランダとかっていう環境でお花が咲くっていう時にはハウスよりも強いストレスがかかってます。で、紫外線であったりとか寒さっていうストレスはたとえ東京の3度とかであってもうちのハウスの3度とは全然違って非常に強いストレスがかかってます。で、強いストレスっていうのを浴びるとお花はアントシアニンとかって色素がはっきり出るっていう、光を吸収するために出るみたいな日焼け止めみたいなそういう効果があって、自分が色を出してそのストレスから守らないと花が傷んでしまうので、厳しい環境に置けば置くほど高山植物がすごく色が鮮やかで背が低くてちっちゃいのと同じように生育は悪いんですけど紫外線がすごく強いので花色がすごく鮮やかに出る、人間にとっては鮮やかなんですけど植物にとってはすごくストレスがかかってるっていう状態になります。なのでクリスマスローズも基本的にはピンク色の薄い花が次の年ちょっと濃いピンクになるであったりとか、白いお花だと思って買ったらスポットが出てきたとか、スポットとかそういうものが次の前の年はその生産者のハウスではあまりストレスがかかってなくて見えてなかったっていうことは多いので、まあ、皆さんがお花を買われるときにはすべての生産者のお花は結構甘やかされている環境にいて少しそのストレスがかかってないっていうのを大前提にちょっと選んでもらうのがいいのかなと思います。なんで、まあ、フレックルキスとかもそうなんですけど、まあ、スポットとかが、まあ、特に暖かい時期に咲いてくると色がなかなか乗ってこないみたいなことがお客さんからちょっとお話しいただくんですけど、結構それは本当に合っていて、暖かいとお花にとってはストレスがかからないので、やっぱり寒いところであったりとか光が強く当たっているところの方が色が鮮やかに出るっていう性質はあります。まあ、過保護でその家の中でちょっと暖かいところで栽培しちゃうと徒長したり色が薄くなっちゃうんですね。だからあくまでも屋外で、まあ、寒冷地の方は別ですけども東京みたいなところに住んでいる方は屋外で育てるのが、まあ、一番ですね。逆に言うと
カーテンをかけて家の中で少し暖かい場所みたいなところでずっと育てると、だいたい薄い花はみんな真っ白になります。極端な話、真っ暗な部屋にずっと置いていくと全部真っ白な花が咲きます。でちょっとなんか皆さんもサンシャインの展示会とか去年までやっていたのとか見てもらったことある方見えるかと思うんですけど、結構生産者が見てると池袋の室内に送ったお花が3日か4日経って帰ってくるともう色が全部薄くなって帰ってくるんですね。大丈夫、はい、事故ですで結構 そのくらい簡単に数日あったかいだけ、光が当たらないだけで植物って簡単に色が抜けてしまうので、まあ綺麗に花を咲かせようと思ったらやっぱり皆さんの育てて見える環境であまり甘やかさないみたいなことが一番その花本来のポテンシャルが出るのかなと思います。だから一番本当にいい花はああいう展示会には出てこないです。種取りたいですからねある意味そう、まあそうです、まあ、人にもよると思うんですけどやっぱりベストのものはやっぱり温存していると思いますね。まあ今日も店頭の方にちょっと出させてもらったんですけど、まあこれはパステリッシュとグリーンパステリッシュっていう花と、これ一番下のがちょっと昨日コミュニティカレッジでもちょっと話したんですけど、黄色系とかアプリコット系の新しいちょっとパステリッシュっていうので、まあ、こちらもなんか今年も咲いてるんですけど、ちょっとまあいまいち色が綺麗にまだ乗ってこないので今年はちょっと売らなかったんですけど、まあ、来年からは出す言っちゃったよ、まあ、来年からこれは出す予定です、はい、言っちゃった。皆さん承認ね。あ、 YouTube も撮ってますか。結構やってるんで大丈夫です。これは本当に結構やってるんで、はい、出ると思います。よく見とかなきゃまあちょっと後であちらに何か展示していただくようなので、まあ、ゆっくり見ていただけたらなと思うんですけど、パステリッシュはお花はまあともかく、写真はともかく、まあ、今後この白地にピンクのやつがさらに、お花が小さいパターン、今日もちょっともしかしたら店頭に出てたかもしれないですけど少し小さくなってきたパターンっていうのと、グリーンパステリッシュもちょっともう一段ちっちゃくなります。あそこでグリーンパステのなんか最近ちょっと便数の多いのが、ね、そうですね、ネット上で騒がれてますが、ちょっとグリーンパステリッシュはいろんなちょっと現象を使っていて、グリーンパステリッシュはルメトルムとプルプラセンスとオキシデンタリスで、ルメトルムがダブルですねっていう4つの原種を使ってグリーンパステリッシュを作ってるので、当然ダブルが出てくる可能性は普通にあります。でただヤマタエンとしてタグつけて送り出すっていうものに関しては基本的にはパステリッシュはシングル以外は名前つけないつもりでいるので、まあ、って言いながら、ま、お花屋さんに出すとき僕全部つぼみなんで、それ行った先で気づいたらダブルみたいなことはよくあるんですけど、まあ、基本的にはシングルに対して、まあ、まあ僕シングルが好きなのでそういうお花を、まあ、基本的には育種のメインにしたいなっていうふうには思ってます。今日多分出てたと思うんですけど、この中には買われた方いませんか。パステリッシュのダブルのいない、いない、じゃんけん、あ、買われた、いました、ありがとうございます。じゃんけん、群がって、まあ、ちょっとこれは本当に最初の頃からちょっと育種してる花で、ピコティのセミダブルだったんですけど、最初はこんなカップ咲きじゃなくて本当に平咲きのセミダブルだったんですけど、野々口さんのと最初に声かけていただいたって話を先ほどさせていただいたんですけど、一番最初に興味持っていただいたのがピコティのセミダブルだったんですよ。でそのピコティのセミダブルを最初は本当にメインで育種をしていて、その花が僕の本当にメインの育種の花だったんですけど、
なんか突然興味がなくなってじゃあびっくりするほど飽き性なんで、これは本当に突然興味がなくなって6年7年ぐらい全くやってなくてですね、でなんかアメリカの育種をしているナーセリーさんが見えて、まあ、そこの方がこういうそのピコティ作りたいみたいなお話があって、で、まあ、そこのちょっとアメリカの種苗関係の方とちょっとお話をして、アメリカの方で売るっていう種苗の方で少し出してたんですけど、で、まあ、向こうでは今結構それ売ってて向こうで人気あるらしいんですけど、でやっぱり日本と違ってあまり形に興味がない、で、まあ、本当によく成長するであったりとか生育が早いで、庭で早くパフォーマンスが出るみたいなことが、まあ、非常に向こうでは求められてて、まあ、そういう基準でだんだん変わっていってるので、まあ、6年7年ぐらい経ってるので もはやもう僕の花って感じはしないんですけど、そういう感じでちょっとアメリカの方でちょっと売ってるっていうのはあるんですけど、僕は逆に今度小さくデュメトルムの交配にして、まあ、カップ咲きのセミラブルみたいなものを作ろうかなと思って、まあ、結構これは綺麗にできてて、ただこれ以上ちょっとカップになってしまうと中が見えなくなってしまうので、まあ、ちょっとこれでもちょっとカップにしすぎかなって感じで、こっちのセミラブルぐらい、このくらいがなんか庭で咲いてる分にはいいのかなっていう気はちょっとしてます。2000年代の初期の頃ってはもう本当ピコティ、まあ、まずはシングルですね、シングルのホワイトピコティにみんなも憧れを持ってたんです ですね。でダブルが出たってもう騒ぎになってくらいで ね、今だと当たり前のようにね、うん、そうですね、そういう時代がありましたけども、どん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 やっぱり育種っていうのはスピードは速くですね、特に日本のなんて日本人の感性っていうのはすごくてですね、やっぱり小輪中輪のねちょっと小さめの花でカップ咲きとかね、あと模様がこう入ってるとか、スポットがポンポンこう入ってるよとかね、あるいは最近はぼかしとかですね、いろんな技がですね出てきてますよね。海外の人本当は聞く、Facebook なんかで海外のサイト見るとね、みんなこれバーンってでかくて、なんかこう形もこうね、ランダムな形してるのが多いですけど、まあそれでみんないい素敵ってやってるから、ちょっと日本人の感覚とやっぱり違うような気がしますね。結構海外の方が言われるのは、日本と違ってすごくフェイクが多いんですね。雑貨とかもよく売られてて、造花とかそういうのがものすごい出てて、日本人が作るようなあまりに整ったものを見せると造花みたいで嫌だって結構言われる方多くて、で、まあ、むしろちょっと よれてたりふわふわっとしてた方がナチュラルで可愛いっていうのが、まあ、結構向こうの方はよく言われることが多いですね。そうですね、私もね完全に丸々まん丸よりもちょっとこの辺がこうとんがってるとかねいう花のがねいいかなとは個人的に思ってます。そういうとか、あと剣弁でもねこう綺麗にこう剣弁の形が出ているようなものってはね、またそれは別の意味で美しいかなというふうに思いますね。まあ、いろんなパターンがあって皆さんの好みもいろいろあるから、まあ、この花がね人気があるのかなとは思います。僕はまん丸がいいですねまあだからこうなってる育種家さんによって全然こう、ね、方向性が違うので、それが楽しみを倍増していると思いますね。もちろんなんか全然まん丸じゃない花とかもいっぱい作ってるんですけど、まあ、基本的にはクリスマスローズって本当に横顔であったりとか上から見下ろして見ることが多いので、まあ、横から見たシルエットがやっぱりなんかちょっと丸かったり受けてたりする方が、まあ、綺麗なのかなっていうふうには思ってます。僕もその育種を始めた頃全然、まあ、お花手に持ってるお花がなくて、それこそピコティのダブルとかも全く手に入るそんな余地もなかったので、それこそ池袋のサンシャインさんとかに初めて来た時にこう皆さんと同じように並んで、横山さんだったかな、横山さんか誰かのブースで、でピコティのダブルってないのかなみたいな話をしてたら、ありますよって出してもらって、そしたら2万5000円だったんですね。2万5000円だったんですけど、大丈夫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 、もう10年以上前の話だから2万5000円でなんか結構横にいたお姉様方になんか、わーすごいって言って、あなたいいわねって言われたんですけど、ちょっと2万5000円出せないなと思って、どうしよっかなと思って置いたら、その方がじゃあ私買いますって。おお、
そう、昨日あのサンシャインですね、横山さんと私と3人ですね、このスリーショットの写真撮ってアップしてそのうちしてくれると思いますので見てください。途中で消えるようにしておきます。消えるどこが？じゃあストーリーズで上げときますねなんかそれくらいやっぱり最初の頃はダブルってだけで本当にすごい金額でした。そうですね、うん、ただ昔よりも花はちっちゃくて生育は遅くて難しい花でした。私が最初にダブルを買ったのは日本に初めて40株とか50株かな、なんか入ってきたよって話があって、それが結構こうなんか兄弟がたくさん分かれて、で一目で販売されて、それで君ならいくらだねっていう感じで分けてもらったのが初めてなんですよ。でその花が咲くのに実は4年かかった。あまりにも細かく分けてるからやっぱりその体力をちゃんと元通りにするためには時間がやっぱり経過して、その4年の間にもう一般的なダブルが販売されるようになったんで、その花よりも先に購入した株のがダブルを見たと。ただ当時はね、一株もう8000円とか1万円とか、もうどんな花でも1輪ちょこっとついてるだけでね、8000円1万円の時代でした。それでそれも量がなくて、こうケースに5、6株あって、はい1人1株はいっていうような買い方でしたね。もう今はもう自由にこれだあれだって、あれこれだって失礼です できますけれども、当時はそういうそれほどまあ希少なダブルでした。うん、そうですね、まあ、ダブル本当に今は多いので、うちは本当に実は生産の8割が今シングルっていう状況なんですけど、まあ、特にちょっとさっきフレックルの話したんですけど、このお花とか、まあ、すごいフレックルの中でも特に地色が綺麗に白色が出る個体で、花が終わっても本当に終わった花柄も結構真っ白のまま結構いるっていうので、まあ、これシングルなんですけど、まあ、名前つけるつもりはないんですけど、まあ、これは昨年とかでも結構販売してて買われたお客さんとかが庭とかで咲いたり、まあ、そういうの見せてもらって、まあ、本当にものすごい綺麗だなっていうことを思って、これはちょっともう少しいろんな方に見ていただきたいなっていうので、これをちょっと作ろうかなっていうふうには思ってて、復習はしてるので、ちょっと来年今年も出てるんですけど、まあ来年再来年が来年出る出るで、はいはいはい、これも登録済みで、はい、大阪に先週かな、はいはい、お邪魔したけど万博記念公園にですね、ずっと花壇に山本園のさんの花がですね植栽されてます。あれ2年前くらいですかね、もうちょっと前かもしれない、3年ぐらい前かな、はい、で結構な数あります。で行った時はね、まだちょっと咲き始めぐらいの感じですけれども、ちょっとかき分けて、フロアをかき分けると下の方にですね、つぼみがブワーってくっついてるんですよ。非常にこう庭植えにもすごい適した山本園さんの花かなというふうに思いましたね。そうちょっと気になってたのはですね、フルハが切られてなくて、あれ切ってあげるとね、もっとブワーッと上がるかなということで、今日大阪の方もいらっしゃるんで一応聞こえるように言っておきますが本人が切りたいと言ってましたで、なんか基本的にはうちも田舎で土地はあるので、基本的には庭植えに向くような品種をメインで育種をしてきたんですけど、まあ、特にパステリッシュであったりとかはちょっと結構いろんな方に知っていただくっていう機会が得られましたんで、まあ、鉢で育てるっていうのに適してる、ちょっとさらにサイズダウンっていう意味で今年とか来年ぐらいからはさらに小さいパターンが出てくる予定です、はい、今日はでもこれは出ないですね。これはそんなにはちょっとこれはちょっと本当に新しいやつだったんで、これ欲しいんですけどこれ結構今他の生産者の方では白地にグリーンのリップっていうのが出てるんですけど、これは本当に黄色の花にグリーンのリップで、デュメトルムの交配から出てるんですけど、もう本当に不思議なもんで、なんかどの遺伝子から来たのかなっていう感じはするんですけど、なんかP さんとか D さんとか
ね、皆さんご存知のグリーンエッジの花、グリーンがまあ縁につく花がありますけども、これすごく綺麗ですよね。これあの株元も緑色っていうのもあって、まあ、株元の緑と茎の緑と黄色っていうのをがまあ合わさって綺麗かなっていうので、もうこれは育種はしてるんですけど、これは2年かかるかなって感じ。2年、今年もちょっとあるんですけど、さすがにちょっとあまりに数が少ないのでちょっと様子を見て、ただあのサイズは小さいですし、まあ、これこのグリーンリップに関わらず、まあ、春の要は水仙みたいな色の花のクリスマスローズみたいなものはちょっと少し作りたいなと思っていて、まあ、そういうのはちょっと今後普通に育種のメインとしてちょっとやろうかなって思ってます、はいはい、これは名前つけたいですね私あなかなかねあのハードル高いですよ佐藤さん基本的に自分の花は自分でネーミングするのがあの主義なんで、そうですね、そうですね、唯一あの認められたのが小春なんですけどね昨日もちょっと話してたんですけど、まあ、ちょっと小春だけはあの野々口先生がつけられてるので強烈プッシュによってでちょっと今年もちょっとだけ出てて、これは本当に本格的には来年再来年って形になるんですけど、プルプラセンスの後輩ですね。でプルプラセンスは基本的にはこの緑色にと白の中間色みたいな色が一番ちょっとそのプルプラセンスのちょっとグレーがかったというかアッシュカラーっていうのがすごく特徴がよく出てるので、基本的にはグリーンとピンクの2色の展開でやるつもりです。で育種自体は結構してるんですけど、まあ、できればその原種らしさみたいなものは結構残したいなと思ってるので、まあ、その辺のちょっと検証がきちんと終われば皆さんにももうちょっと見ていただく機会が出るかなっていう感じです、まあ、ちょっとなんかすごく透明感、あの原種の後輩なんですけどすごく透明感のある花なので、まあ今日も本当は出せたらよかったんですけど、ちょっと今出せる花がなかったので、はい、またこれとかはでもプルプラセンサー入ってます、25番なんか後で皆さんでくじ引いてもらって、はい、これなんかプルプラセンスの色に近いんですけど、プルプラセンスっぽい株になると思います。25番です25番で、まあ、ちょっと時間もあれなのであれなんですけど、あとこれは結構売り場でうちの花だけじゃなくて他の生産者の方のやつでもちょっと見てもらうとたまにあるんであれなんですけど、これなんかとかもそうなんですけど、これ軸の赤い個体に白系の花が咲くっていうので、まあ、これセミダブルで、まあ、特にバラとかではよくあるんですけど白い花でつぼみがピンク色の個体っていうので、まあ、たくさん咲いてくるときに結構その株全体としてすごく綺麗な花っていうのをまあ目指してこれはちょっとやってます。これもポストカードになってるのであんま人気ないですけどね。どうしてわかんないですけどいやまあなんかちょっとふわふわっとした花なんで、いや綺麗ですよね絶対いいと思うんですが、ちょっとまあこれ今花が大きいんでもう少しなんかちょっと小さめの花とかにできたらいいかなと。あの佐藤さんのセミダブルの花で中心がグリーンが入るパターン、うんうん、あれ好きですね。そうあれ真ん中がグリーンになるやつはみんな大体フレックルの血が入ってるやつですね。そういうやつになってます。でなんかあの特にあの僕今育種としてこだわってるという意味では原種使うとか原種使わないとかっていうのもあるんですけど、特にまあこうやって見てもらった時にここの上の包葉ちっちゃいあのお花を包んでるちっちゃい葉っぱがあると思うんですけど、まあ、こことのバランスがいいものっていうのが最終的に庭でたくさん咲いた時に、まあ、すごく印象を左右するので、特にこれなんか分かりやすいんですけど、これダブルの花が咲きますけど、この
ダブルの花咲いて、まあ、ここの葉っぱ結構あるんですけど、これはすごくこうやって細いので、花とこの葉っぱが細くなったことによってその緑の面積がちょっと少ないのでバランスよく見えるみたいなので、葉っぱを細くしたりここのサイズをちっちゃくしたり、まあなんかそういうふうにしてちょっとあの株が大きくなった、もっとたくさん咲いて一本ではなくてたくさん咲いた時の、まあ、印象みたいなものを結構重視して育種を今してます。通常あの原種を使うと結構花が暴れるというふうに言われますけれども、 でも結構その原種そのものが選抜された原種を使われているってことですかね。そうですね、原種自体は本当に2000株とか作ってて、全然売らずに4月頃に一人で見てるんですけど、まあ、その中から本当に、形のいいものと原種を組み合わせてまず1世代目を作るんですけど、1世代目それを使ってまたこっちの今ある組み合わせのものとのまた組み合わせみたいな感じでやっていくんですけど、最初の原種の段階でかなり選抜は正直します。でここで最初にちょっとあの形とか、まあ、形よりもまあ、今だと葉っぱなんですけど、まあ、そういう性質がちゃんと入ってるものを選ばないと4世代やっても5世代やっても全然思ったものができてこないみたいなことが結構あるので、うん、だからやっぱりかなり捨ててる部分っていう、まあ、捨てるって言い方あれですけども、うん、避けていらっしゃるという感じがしますよね。そうですね、かなりそれはそうしてる、うん、でやっぱり佐藤さんもそうなんですけども、昨今の状況を見るとなんか前はこう汚いこう昔はもう下向きの紫の濁ったような花で、こんな花っていうのが多かったのがどん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 こう成形が増えてきて綺麗になってきたわけですね。でもまた今ブーム的には佐藤さんだけじゃなくて、例えば大木のアサリさんでもそうだし、あの岩手のモカさんであるとか盛岡の、高橋育苗さんとかですね、原種交配を行って、あ、それと忘れてました、あの横山園芸さんの口論あのもう本当に結構増えてきたって感じしますよね。だからこれから来年再来年に向けてこういう原種交配、小輪で多花性で可愛い花っていうのがだんだんまたブームが復活するんじゃないかなというふうに思っています。そうしましょうはい、そうですね、なんかあの原種の交配っていうと本当に昔はちょっと基本的には原種に近い色が多かったんですけど、今は本当に鮮やかな個体も多いですし、可愛らしいピンクだったり白だったりっていうのも多いので、そういう意味では皆さんとしても とっつきやすくなったかなとは思うので、うん、ぜひ、まあ、ただちょっと開花株の段階だとなかなかそのたくさん花芽が上がった姿みたいなのが想像できないと思うので、少し大きめで、そうですね、うん、まあ、なんかそういうのもちょっとお見せできるといいかなっていうので、うん、少し大きいサイズ、多少コストが高くなってもいいの で、ね、あの少し株出しになった方が皆様喜ばれるかなとは思いますね。そうですね、自分がちょっと行ってるなんかイベントとかだと たまにそういうの持っていくんですけど、うん、やっぱりまあ年数かかるのもありますけど、まあ、多少作ってこんな風になるよみたいなのはちょっとお見せできると、特にお店だとやっぱお買い物のついでに見ていただけるかなって思うので、本当はまあこういうのがそうなるんですよ。あのこれなんかデメトルムの交配で、これはあの本当は半分パステリッシュなんですよ。でこれ1枚これただの真っ白の小輪のデメトルム交配で、まあ、ちっちゃくてたくさん花が咲くんですけど、あのまあ、新芽もすごくたくさん出ますし、うん、まあ、ここら辺の葉っぱの感じが、まあ、あの見たことない方はあれなんですけど、まあ、原種のデメトルムにすごく似てて、まあ、こういうお花選んでもらうと来年もステムが多分6本7本立ってお花もたくさん咲くっていう。でこれなんかだと1本のステムからあの上だけでも 4つぐらいは咲くんですけど、で今日さっきあったんですけど、まあ、追肥ちょうど今ぐらいの時期が適期なんで、まあ、今日あった特にこれとかは、まあ、すごく追肥に向いてるし、時期的にも今ベストタイミングなので、あの追肥してもらうと来年の花がすごくたくさん
咲くんじゃないかなっていうふうに思います。それで肥料やるのタイミングですね、やっぱり大事な。そうですね、肥料をやるタイミング、皆さんの環境によっていろいろあると思うんですけど、これはちょっとうちのハウスで作ってるのであまりちょっとあれですけど、あの花が終わり始めると下からちょっと小さい新芽が出てくると思うんですけど、この新芽が来年の花芽になります。この葉っぱの元から来年花が咲きます。なんですけど、このちっちゃい今出てきた葉っぱの生育が今葉っぱが動き始めたタイミングから始まるので、このタイミングで肥料をやるみたいなことが基本的にはベストになります。で、今からだと肥料が効き始めて2ヶ月くらい効いて、ちょうど東京とか大阪でも暑い時期の前に終わるので、タイミング的には2月の中旬くらいが今ベストのタイミングじゃないかなって思います。まあ、多少ちょっと新芽が動いてなくても、あの状態のいいというか元気な株であったら今ぐらいから置くのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。東京だと夏日になるのがもう5月の下旬ぐらいからなるんですね。大阪だともっと早いですね。だからやっぱりそれを考えると、新しい葉っぱをしっかりとその暑くなる前に成長させるというのが大事です。で、夏前にやっぱり成長しないと、夏の間に花芽分化といって、その葉っぱの根元に 花の元ができますので、それができないんですね。で、秋になって気温が下がってくると葉っぱがまたわしゃわしゃ出てくると、でも翌年花が咲きませんでしたみたいな、あるいは花が少ないですよっていう現象が結構いろんなところお邪魔して市民課の皆さんに聞いてると現象として多いです。なので佐藤さんおっしゃったように、しっかりと新葉を成長させて肥料をあげるということをしていただければと思います。で、まあ、ついでになんですけど、まあ、こうやってお花が咲いてくると、このメインの一番花ですね、一番花の横にこうつぼみが出ると思うんですけど、これを4年目とか5年目とか大きい株で育てたことある方だったら分かる方も見えるかと思うんですけど、1個咲いて2個咲いてみたいなだけじゃなくて、さらにその脇からも出てくるみたいなことが結構性質的には今のハイブリッドは育種家さんの中では入ってます。で、例えばステムが3本しか立たないんだけど15輪咲くとか20輪近く咲くみたいなことが普通にあります。でもこれは秋に肥料をあげてないと、この最初の花はちゃんと咲くんですけど、2個目3個目4個目5個目っていうのがちゃんと花にならないっていう風になっちゃいます。なんで花が咲くかどうかだけの話だったら春の肥料に注目してもらって、きちっと葉っぱ固くしてもらって、夏に入れば花は多分咲きます。ですけど花が咲いた時にステムからたくさん花を咲かせようと思ったら、今度は秋の肥料が必ず必要になります。で、地植えとかの場合は土がある程度腐葉土が入っていたりとか、まあ、肥沃であったりすれば勝手にまあ花咲いてくるし花も咲くのでそんなに心配いらないかなと思うんですけど、特に暑いので排水性のいい土使って見える方が多いので、まあ、土とか排水性のいい土に植えて見える方は同時に肥料の流れていくスピードも速いので、まあ、そういう方はちょっと多めに肥料をあげてもらうのがいいのかなと思います。特にさっきハイポネックスさんの粒の肥料ですね、これとかは有機とこの化学肥料が合わさっている肥料で、結構これ優秀な肥料で、これ実は言うとちょっと、まあ、ハイポネックスさんのご好意もあって僕もちょっと1年間ずっと使って、ここ2年か2年ぐらい使ってみたんですけど、まあ、すごく僕はまあ一応仕事なので、その土の中の成分にどのぐらい肥料が含まれているかとか、土の酸度がどのぐらいなのかとか、まあ、微生物がどれぐらい動いているのかみたいなことを、まあ、一応数字でちゃんと出して調べるんですけど、まあ、これすごく優秀な肥料だなと思います。はい、写真は私の写真は野々口さんでねただね、やっぱりこう化成成分的なものもあるので、常数っていうかねは守っていただいた方がいいですね。で、逆にこちら側の方は完全有機なので多少多くても全然問題ありません。で、これはもうガバッとあげていただいて大丈夫ですね。まあ、肥料はね、そういった形でしっかり春と秋の2回ですね、そのタイミングをうまく利用してください。で、
肥料やりで、注意しなくちゃいけないのはその置く場所とかね、火星とか肥料の場合はあまりこう茎の近くに置かない方がいいですね、縁の方で根もすごく外側に回ってきますので、あのちょっと縁の方がいいです、ね、でこうタクトさんのバイオゴールドの場合はあまり関係なくどこでもバーッと撒いちゃって大丈夫です。液肥を使う場合は、まあ、併用でもいいですし、液肥全然使ってもらっていいんですけど、液肥は、はい、そうですね、もう多分液肥はそんなにやっぱ鉢数ない人の方が向いてるかなっていう気はしてて、ちょっと特殊な道具とかがないと、まあ、かなり液肥をしっかり打ち続けるっていうのは難しいので、なんでまあ液肥は結構、あと液肥って本当に効くためには土の中にしっかり入って下から出てくるぐらいダバダバにやらないと液肥って本当はちゃんと効かないですね。結構表面の方にちょっと濡れたぐらいじゃあんまり効かないので、そういう意味でも一鉢に対して時間がかかるので、まあ、ちょっとそういう意味でも置き肥の方が水やりの度、雨の度に勝手に入っていくので、特にあの20度くらいだと肥料ってすごくよく効いてしまうので、あったかいと1ヶ月ぐらいですぐに効くのが落ちてきてしまうんで、まあ、天気がいい、雨が多い、もしくは水やりが多いって方は置き肥を何回もやる、いつもの倍やるとか、例えば8粒ぐらい置くとこだったら本当に3粒ずつ何回かに分けて置くとか、まあ、そうずらしてってやるとか、まあ、そういうのでもいいかなと思います。頑張ってやるとしたらどれぐらいのペースだね。週1で1ヶ月ぐらい特に今から2月の中旬から3月の上中旬ぐらいまで液肥1週間に1回ぐらいしっかりやると、まあ来年のためにはすごくいいです。え、なんか野々口先生が言ってましたね、寒い時はあれが有機肥料が効かないから液肥を、まあ効き目はやっぱり微生物の分解で効くんで、有機の場合はね、で化成肥料の方がまあ効きがいいと。 でもまあこれから暖かくなるので有機でも大丈夫です、はい、ちょっと僕今日昼からも音の葉さんにいますんで、まあ何か他に質問等々あれば直接聞いてもらったら何でも僕に分かる範囲なら答えますんで、はい、あの事務局がね何か薪を入れてるもんで、ね、あの、はい、クリスマスローズ大好き野々口実の園芸ノート、皆さん励みになりますのでチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。